そうして次の日、リビングに起きてくると。さあ起きたわね、サキちゃん。決戦の時が来たわよ。なんで一番母さんが張り切ってんだよ。あはは、サキちゃんの晴れ舞台が嬉しくて、つい浮かれちゃってたわ。勘弁してくれよ母さん。でも、まさかサキちゃんを定額にしちゃうだなんて、私も黙ってちゃいられなくなったわね。サキちゃんに悲しい思いをさせたらどうなるのかわかってるのかしらね。ふふ。うちの母さん、怒ったら怖いです。まあ、そんな母さんが僕のために怒ってくれるのは嬉しいことなんだけどな。そんなことを思いながら、とある準備をするのだった。で、あるからして、私が生徒会長になれば、楽しい学校生活を皆さんは送ることができるでしょう。なんなのよあいつ、嘘しかついてないじゃない、詐欺よ詐欺。落ち着けってレミリア、しょうがないじゃない。あいつが先を陥れた張本人なんだから。そうだけど。今はどうにかして生徒会長の座を凛之助に渡さないのが私たちの目的だ。そうじゃないのか？そうよね、わかったわ。なあ、サキ。どうして私たちなんかに全てを託したんだ？確かにサキは、過去にいろいろなことがあったのかもしれない。それでも私とレミリアは、生徒会長になれる素質がサキにはあるって見込んだから、託したのに。どうして?サキ。私はなぜか、涙を流してしまっていた。勝手に期待して、勝手に損しただけなのかもしれない。でも、それだけショックだったのだ。そうして、レミリアの演説は始まる。私は、焦っていた。全生徒の前というのもあるかもしれないが、私はある失態を犯してしまっていた。先に渡された演説用の原稿を、生徒会室に忘れてきてしまったのだ。私としたことが、こんな時になんてバカなことをしてしまったのだろうか。確かに原稿はしっかりと読んでいた。でも、緊張で頭がうまく働いてくれない。あはは。今、私はどんな顔をしているのだろう。助けてよ。さっき。そうして、私は。悪かったな、レミリア。心。どうやら僕は、お前らの生徒会から抜けることは許されなさそうだな。私の体を支える誰かが、後ろに立っていた。まったく、遅いんだから。若崎。はは、悪い。ちょっと準備があったんでな。あとは任せてくれ、レミリア。ふふ、最初からそのつもりよ。そうしてレミリアは、演説台から降りていった。生徒全員がざわついていた。それもそうだろう、定額のはずの僕がこの演説台に立っているのだから、その中でも、一番騒いでいるのは。どうしてお前がこの場にいるんだ、雪白崎。僕を定額にした張本人、森近凛之助だった。さあな、ただ僕は、僕の役目を果たしに来ただけだ。次期生徒会長候補としての演説を。な、こしゃくな真似を。役員はどうした？あいつを今すぐ引きずり下ろせ。これは命令だ。そう森近は叫ぶが、役員は困惑した表情をしていた。無駄だ、森近。そろそろ自分の立場、理解した方がいいんじゃないか？立場、だと、俺はこの学園の校長の息子なんだぞ。その校長がさっき逮捕されたって話、知りたいか？は？僕が停学中にもかかわらずここに立てた理由、それは、校長が逮捕される？そうよ。かなりの額を脱税してたみたいだから、明るみに出るまで時間はかからなそうね。どうして母さんがそんなこと知ってるんだよ。あら、サキちゃんには言ってなかったかしら？私、教育委員会会長よ。ちょっと待ってよ母さん、そんな話全然聞いてないんだけど。あはは、てっきりサキちゃんは知ってると思っちゃってたわ。でもこれで、サキちゃんの演説を邪魔する人はいなくなったわ。あの子たち二人が、心配なんでしょ？きっとサキちゃんの助けを求めてるはずよ。頑張ってらっしゃい、サキちゃん。いい報告を待ってるわね。ああ、頑張ってくるよ。母さん。まあ、そういうわけだから。森近、お前の負けだ。ここの生徒はお前の操り人形じゃないんだ。わかったな？ふざけるな、俺を陥れたな。別に、僕は何もしちゃいないさ。ただ自分で墓穴を掘っただけじゃないのか？自分で今までの行いを見返してみろよ。
どこに生徒会長になれる要素があるんだ。お前みたいな圧倒に生徒会長になる資格なんてないだろうが。そう、僕は森近に言い放った。ただ僕は生徒会長になるわけじゃない。過去を償うために、そして二人をまた笑顔にしたいから、僕は生徒会長に立候補したんだ。もう演説の原稿なんていらなかった。自分の本音を全生徒に言ってしまったから。すると、ありがとうございました。そうして大変だった立候補者演説は幕を閉じるのであった。なんというか、本当にすいませんでした。最後に言い残す言葉はそれでいいんだな。冷え。はあ、まったく。今回は特別だからな。演説お疲れ様、サキ。ありがとう。あとごめんな、いろいろと迷惑かけちゃって。ほんとそうだぞ、サキが勝手にいなくなっちゃうから。どうしようか、レミリアとずっと悩んでたんだぞ。悪かったよ。でも、あの時の僕には本当に何もできなかったんだよ。じゃあ、どうして戻ってきてくれたんだ。まあ、全部母さんのおかげだな。サキの、お母さん。僕も知らなかったんだが、母さんは教育委員会の会長らしいんだ。それで、校長の逮捕のことも知ってたし、僕の定額も不正だって分かって無効になったんだ。そうか、それじゃあサキのお母さんにもお礼をしないといけないな。そうだな。そんなことを喋りながら、昼食を食べる。そういえば。どうした？僕は、気になっていたことを心に問いかけてみる。なんで、ラーメンも食ってないのにそんなに顔が赤いんだ。すると、心は、顔が赤い、そんなわけないだろ、と、食い気味に否定してきた。そうか、熱でもあるんじゃないかってくらい顔が赤いんだが。どうかしたのか？なんでもない、それ以上聞いてきたら二度と口を開けなくしてやるからな。しれっと怖いこと言うのやめません。そんなことを、心と喋っていると、レミリアが、遅れて食堂に顔を出した。一直線に僕の方へ歩み寄ってきて、そして、どうして？どうして、あんなことを言ったのよ。レミリア。私と心だけじゃ、凛之介には絶対に勝てないって分かっていたはずよ。なのに、どうして？どうして先はあの時、振り向いてくれなかったのよ。そうだ、僕はあの時、レミリアたちの声を聞かずにその場を後にしてしまった。本当に、どうしようもなかったから、母さんの手助けがなかったら、僕は何もできなかったから。僕は、無力だった。だからレミリアと心を悲しませるようなことをしてしまった。本当に、ごめん。そうして僕は、二人に頭を下げた。それだけのことを、この二人にしてしまったと思っているから。すると、レミリアは、私たちずっと心配してたのよ。もう、先は戻ってこないんじゃないかって。だから、お帰りなさい。先、もう私たちを心配させないでよね。ただいま。僕はもう第二次生徒会に永久雇用みたいだな。私たちを悲しませた分、しっかりと貢献しなさいよね。伝書するよ。じゃあ早速放課後に先のおごりでパフェを食べに行くとするか。それ、僕の財布がすっからかんになる未来しか見えないんですけど。そんなこんなで一連の出来事は幕を閉じた。投票の結果は後日。どうなるのか楽しみな今日この頃だった。ただいま。おかえりなさい、サキちゃん。結果はどうだったかしら？いやいや、まだ投票の集計されてないんだけど。でも、母さんのおかげでいい方向には進みそうだよ。ありがとう、母さん。当たり前じゃない。私はいつでもサキちゃんの味方なんだから。ね。そうだな。そうそう、サキちゃん。今日はサキちゃんの好きなカレーライスよ。台所には、鍋いっぱいのカレーが作られていた。母さん、こんな食べられないって。絶対もたれしそうだなと、そんなことを思いながら。